示威反对美军兴建基地期间，被两个警员以支那人等歧视字眼辱骂。冲绳县知事召见原警高层，提出严重抗议。警方致歉并处分嗰两个警员。中间二位亦都出面批评有关用词不当，唔能够原谅。両隊員の発言は不適切であり、極めて遺憾であります。今後このような事案の絶も起訴ともに適切な警備を行っていくよう指導を徹底してまいりたいというふうに思っております。